吉田か。お前こんな夜遅くまでどこ行ってたんだ。友達とみんなで野球してた。なんだ、そうだったのか。帰りが遅いから心配したんだぞ。それよりおじさん聞いてよ、今日のテスト俺一番だったんだよ。そうか、吉高は頭いいな。うん、みんな僕も混ぜてよ。おめえバットもグローブも持ってねえじゃねえかよ。俺ら貧乏人とは遊べねえんだよ。おじさんねえ起きてよ、死なないでよ。吉高、おじさん。吉高、よく聞くんだ。吉高は頭がいい。たくさん勉強して偉くなりなさい。おじさん、ごめんな。守ってやれなくて。おじさん。誰だ。片瀬です。入れ。失礼します。沖縄行きの飛行機手配いたしました。1時間半後羽田発です。わかった。会長。なんだ。いえ、何でもありません。ただ最近ずいぶんご無理をされておられるのではないかと。会長にもしものことがあったら私。そんな顔しないでくれ、大丈夫だ。昨日、国会議事堂前で起こった一連の騒動に関し、警察の見解では、沖縄の基地拡大法案に反対する団体の仕業との見方が強まっています。首謀者の行方は依然としてつかめておらず、引き続き捜索が行われているとのことです。消してくれ。警察は今後、国会議事堂周辺の警備を強化するとともに。
中原。もう動いても大丈夫なのか。待たせたな、兄弟。
おじさん。のプロレスごっこはマジでやるから嫌なんだよ。まだまだだ。じゃあそろそろ決めるぞ。必殺の、うわー、大地キッ。ん？あはー、ワン、ツー、スリー、やったー、初めて勝ったぞ。あれ、ねえ太一、ねえ太一、ねえってば。大変だ、おじさん、太一が。
兄貴。大丈夫か、大地。あれ、なんともないや。
おい。すき焼きか。ケーキがいいな。いいことあったのか。私も少しやりくり上手になったんだ。ごめんください。おじき、ちょっと気になることが。なんだ。今日町で遥ちゃんが男二人と話してたんです。結構親しそうに。でもそいつら一目見て肩着じゃねえなって分かる奴らだと思うんで気になっちゃって。今日はごちそうだね。お肉たくさん。いっぱい食べてね。
ありがとう。見ねえとわかんねえか。兄貴、
やっぱ厳しそうか。そりゃそうっすよ。計算したんすけど、やっぱ相当厳しいみたいっす。急に家賃が上がるなんて聞いてねえからな。それに食費だけでも結構かかるしな。みんな結構食うんだよな。とにかくこれ以上金かかるとやばいっすよ。もう来月の家賃も厳しいくらい。これじゃもうやっていけないっすよ。わかった、行くぞ。でもどうしたら。キリーの兄貴は何て言ってんすか。兄貴には言ってねえ。心配かけたくねえし。じゃあ俺らでなんとか。バカ、俺ら自体が苦しいのにそんな余裕ねえだろ。そっすよね。いえ、ごめんなさい。
もう。
みんな、あやこ姉ちゃん、いつもありがとう。僕からはこれ。ん？これは？ごめんなさい。いつも本当にありがとう。はい、これ。みんな。しばらく彩子ちゃんが休めるようにってみんなで考えたんだよ。最後は俺から。宿題、お手伝い券いらねえ。できねえくせに。彩子に迷惑かけてどうすんだ。なにありがとう、みんなありがとう。